ところで、中村さんのお子さんたちはお元気ですか？うん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。してくれて本当キャンプバイヤー、うんうん、キャンプセットね、うんうん、みたいなのをね持っててね本当すごかったですよね。すごいよね。だって電気ポットまで持っててさ、そうまあラジカンですけどね、うん、あったかいお茶飲んだりね、ご飯食べ終わった後はおしゃべりしながらね、そうなことやってたからさ、まあまあまあ、まあ、寒いトイレが、ま、トイレそうトイレがね、そう私本当に寒いわ飲むわで、ね、あのトイレに行きたくて緊張も強いられるわ。そうそう、でまあ公園なんでトイレもあったんですけどね、そうそう混んでたんだよね、さすがにね、ちょっといっぱい人がいたから、でももうちょっともう私もう我慢できない、うん、でって思って、もう2択しかなかったの。そう二択？え、一択しかなかったですよね。え、一択はもう別のところを探すか。うん、一択はもう帰ってラジカンによってもうトイレ行こうっていう。うんうん、そう、でももうそこまで持たない顔色だから。顔色じゃない、だって暗いのに顔色って。トイレの話すると本当に行きたくなるからやめてもらっていいですか？もうこの流れで言ったら川しかない。川。それがもう一択ね。川はちょっともう。私だから犯罪者。絶対ダメ。聞きましたもんね。もうそこで見られるぐらいだったら私入る。可愛いってす。入る。でもそんなの絶対に許されませんから。じゃあもう帰る。もう解散しようって。でもじゃあラジカンが近いからっていうことになってラジカンに。そう車を、ね、帰ろうってそう出したんだけど、あの揺れると刺激がそうまずいとまずいと、うん、そうしたら隊長がハンドル握ったままガクンガクンガクンって変な踊りを踊り出して、いやハンドル固定したままなのに体だけすごい踊ってて、車発進する前に何やってんのみたいな、車別に蛇行もしてねえのに体調だけ揺れてるから、いやそのおかしいでしょ私もうだだそれが積もっちゃって、もう後々苦しくなってね、3分おきに思い出して笑うからそうやばいってコンビコンビ状態なわけでしょ。でそうってそれ副隊長が私のお腹で、ね、上に乗ってるカバーをどんどん引かさん大丈夫ですか、引かさん大丈夫ですか、おとととって言いながらどんどん振動ってだから振動って言ってるみたいなことになってで腹立ったのが、ね、そうでその隣からまた中村さんがじゃあ左右対称にしたいのって右からまたどんどこどんどこどんどこってやってきて左だけだとなんか偏っちゃうかなと思って偏るかなんか偏尿みたいな感じ大変だなと思って、偏るのね、偏るの変ねかなと思ってアホかバランスをと思ってで、まあ、無事にラジカンに着きのその直前で、そんな日傘を見てたら、なんか映ってきちゃって、やばいのかもしれないみたいな気がしてきて、で、ラジカン、皆さんご存知の通り、トイレ1個しかないのね。そう女性用と男性用と1個ずつしかないから、同時には入れないのよ。そうですね。そう。あ、もう、
じゃんけんしようどうするどっちが行くみたいなことになったんだけど、そうですね。まあそんな余裕もない日笠さんは、あ、私男子部でもういい、余計な力使わせないでください。もう争う必要もないですどこでもいいです。ちょっとやめてくださいよ。どこでもとは言っておらん言っちょらんそうだねそうそうそう。まあ無事に、まあラジカンについて、よかったよ、ね、争うこともなく、うん、まあ長い長い。長い一日だったよね。いやね、本当にね、本当ね、うん、そういう話してるとね、本当に行きたくなる、うん。トイレ行きたいの今。今、ちょっと行きたい。どんとこどんとこどんとこ。こうして今日も地球の平和は守られた。だが人々が感動を取り戻すその日まで彼女たちの戦いは終わらない。戦え桃の木5、負けるな桃の木5。